家庭裁判所から看護の措置が取られて収容された。少年たちの立ち直り支援を行う。大分少年鑑別所と。非行少年をサポートする県警との連携を強化しようと、今日県庁で協定が結ばれました。この協定で鑑別所の専門知識を使って対応をしながら、県警が長期的にサポートを進めるなど、少年たちが抱える問題について。 個別的に対応できることが期待されます。まあどういうふうに対応していいかなっていうのが難しい少年について、こういうふうに対応、まあ働きかけていけばうまくいくんじゃないかみたいなことをあの一緒にあのやっていければと。県警によりますと、今年の9月末時点で県内で少年が深夜徘徊や喫煙などで歩道されたのは392件で、去年の同時期と比べて63件増加しています。